いや、僕ずっとね、この3回目ですか、これ、はい、トレーナーだから都合6年ですか、うん、まあ、見てきてるけども、うん、いわゆるその古いあの歴史のあるね、うん、まあ、いわゆるそのこう農家の建築とそのアートがどういうふうにやっぱり動いていくのかなと見てて、それはあの本当に今形になってきてるし、その建物ごと本当にアートになるという、うん、そのやっぱり実感を今僕感じてますね。こうやってあのこう地元の人にね、やっぱりこう表現を加えていくっていうのが、やっぱりこのやっぱり建物の歴史っていうか、あのこの村の歴史をね、やっぱり全部こう取り込みながら作品化してる彦坂さんのね、やっぱり表現面白いなってますね。人は牧畜責にあらずっていう書は、この村の一番書道の達筆な人に書いてもらってるわけですね。まあ、向こうにね、ナスの畑が見えて、まあ、昼間は綺麗なんですけど、まあ、借景ですよね。まあ、そういう意味では非常に伝統的な手法なんだけど、まあ、建築の両方を抜いちゃってね、あの枠組みとして借景をものに入れてる。だからあるところで建築は建築ではなくなったというか、そうですね、中が庭になっちゃってるわけですよね。廃屋自体をかなり解体してきちゃってるので、まあ、建築が建築でなくなる寸前のところまで持ってきてるわけですよね。だからまあそれもあって、ちょっとこの持ち主がもう来年壊そうかとは言い始めてるんだけど、一番ゆっくり時間をかけて壊してるプロジェクトでもあるから、なるべくこう最もゆっくり壊すというのをここまで来たら、建築空間の中のそういうこう面白さとか力とか、それを生かしてその中にアートを展示して、そのこう表現してるっていうことは今までやってきてるけども、それそう建築そのものをあるところで建築の領域からこうやっぱりこう超えてね、やっぱりそこにこうアート化していくっていうのは多分初めてじゃないですかね。その越後住取りなり、この今回4回目でね、一つの頂点を迎えてきてるわけで、僕もそうですけど、もう本当にこれが最後っていうレベルで全力かけて打ち込んでる部分があるので、まあ僕は新しい1ページをね、彦坂さんがこう開こうとしてるなっていう感じを僕持ちましてね、でつまり今までのそのこう古いその建築とそのアートとの関係性というものが一応限られてたんだけども、その扉をね、これをこう開いてるんじゃないかっていうはっきり言えますね。まあ、まあどうだろうか分かりませんけど、まあ本当に今回が最後というつもりで4回を、うん、あの総集編で頑張ったっていうところでありますどうもありがとうございました。あ、まあ、間違いなくね、まあ、いわゆるそのこの古いこの建築の価値っていうものをもっと別な価値観に置き換えてるこう作品ですよね。だからこれ本当にアートとして表現できてるから、そういう、いわゆるその普通のこの古民家であれば、これ本当にもう、まあ、お金の価値で言えないけども、もうその全くそれはこう価値をね、もうこう全く新しい価値観を今生み出そうとしてる作品ですよね。そのアーティストっていうのは新しい表現をね、そこにやっぱり加えていかないと、していかないとアートになっていかないから、辛いところだけども、まあ、それ彦坂さんやってますよね。